い、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はこのケーマスの C12、 これね、これをレーシングコックピットにつける場合はどうしたらいいんだろうっていうね、あの海外の方が直接委託つけてね、あの前の方にこう出してくっつけてたんだけども、ちょっとそのおじいの紹介動画見てね、視聴者様からコメントをいただいてますね。はい、高さを調整する方法ですが、今回の動画を見させていただいてひらめきました。うん、ね、高くしたい場合は海外の方のような直接木の板を入れる方法でもありえますが、ね、テーブルクランプを購入してテーブルクランプの下からのお皿の上にコックピットの取り付け板、その上に、厚めの木の板を挟んで、その上をテーブルクランプの上板で挟むように締め付ければ簡単にかさ上げできるなと思いました。その方が厚めの木の板を固定する方法を考えなくていいので、あ、その方がね、便利かも。いろいろ考えられますね。早く連絡来ないかな、待ち遠しいですってことでね。そうだね、あの早く来ないかね、多分あの春頃だと思うよ多分工場稼働して、多分いつもね、春節明けて工場が稼働して日本に第1便が来るのが4月の上旬なんで、スマホでもガジェット系でもあのプロジェクターも全部そうなんで、多分早くてね、4月入る前、3月の終わり頃に連絡来たらラッキーかなぐらいかな、多分だと思う、中国の工場の動きだとね。それで、おじいがあの仕事の時にこの、ちょっと見切りをつけてしまったね。でその時に事情がね、動画にね残したつもりだったけど、ちょっとどの動画か分からなくなっちゃったので、探してもね。でおじいのこれコックピットってあの旧型なんだよ、古いやつで、もうあの調整もなかなかできないし、あとシフトもこんなところにつけて手が届かないやつだし、今のやつはあの新しいのはもうちょっと良くなってるんだけど、おじいは古いんだよねこれね。でC5 の時にこれをここにつけたいなと思ったんだよ。でその時に断念した理由っていうのが、このコックピットだね。この横幅が12センチあるんです、12センチこれね。でこの12センチっていうと、まあ、十分おじいが持ってるこれでは幅が合うんだけど、この下がこうなってるんで、それでこの手前から奥側、このこれがね、押さえつけるのがもうギリギリで8センチぐらいないと厳しいので、先端から8センチ奥に入ります。で先端から8センチ奥に入るとここら辺になるんで、これ穴邪魔じゃんってことになって、これね穴が邪魔で、であのじゃあこれを取っ払っちゃったらどうなるのかなと思って、こっから8センチっていうとここなんで、結局穴邪魔じゃんってことになって、あれがすっぽ抜けちゃって固定できねえよってことになって、それで諦めたんだよ。で今このコメント読んでて、いやおじいも同じことやろうと思ったんだけど、あの挫折したんだよっつってコメント書こうかなと思ったんだけど、あ、下にかまして上にかまして、あ、それいけるなと思って、この横幅は入るんで、なのであのね、この横のね、ちょっと待って、これの横の12センチ、この12センチを実現するためにはここら辺がね、多分ね邪魔になるんで、これ取っ払っちゃってもいいよね、これ角度調整のためだから
テーブルクランプしかと角度調整ができるから、これ上いらないよね。そうするとね、12センチいけるんで、まあ、ここに板一発下にかまして、で上に厚めのやつをねかませれば、まあ、確かにいけるよなと思って、これね無駄にこれね8センチまでいけるんだよ。これ8センチの厚みまでいけるので、だからここから考えると、下に2センチぐらいの板でかましても上に6センチ底上げできるんで、まあ下が1センチだったら上に7センチ底上げできるんで、そうするとあのこの 2x4 の板でもこれ2センチなんで、結構な底上げできるよね。6センチもいらないよね。だすごいことになるから、だいけるなと思って、およく考えたら奥行きもね、奥行きも9センチぐらいがいいのか、ちょっと待ってよ、よいしょ、奥行きも、まあ、10センチぐらいは欲しいかなっていうので、あ、全然余裕でいけるので、これがないとしても奥行き13センチぐらいあるんでいけるね。うん、だあのここのお皿の部分が奥行きが10センチあること、そしてビスがない状態で、あの横が12センチ確保することができれば、このテーブルクランプを使うことができるんでね。え、そっか、やってみようかな、おじいも。うん、その方がなんかしっくりくるな。まあおじいどのみちあのこれだからさこれの高さが合わないんだけど、ね、でもモザはこれでやってたんで、そうだね、その方がなんかしっくりくるな。ちょっとそれでチャレンジしてみようかな。でこっち使えばさ、あのこれの取り付けのやつがあるんだよ確か、これもね、それではこっちにつけることできるんだよな。ほらな、せっかくあるからな、このフレームだけ。ほんとねこれコックピットで、ね、椅子なしの案件だったんだよね、これね。ほんと椅子を送ってくれって言ったんだけど、ね、椅子送ってこないんだよね、ほんとフレームだけなんだよね。ほんとこれ参っちゃったね。そんなわけでできます、いけます。おじいもねひらめいた。うん、死後の時はね、ここ穴開いちゃってるからどっちにしてもダメだよって諦めたんだけど、いけるよこれね。しかもこれ外さなくても、でも板かませば、あの横の12センチはちょっと待って、奥行き8センチのとこだから、今これあのこのビスついちゃってると12センチ確保できないんだけど、12センチのところに欲しいのが奥行きが何センチから何センチまでかな、3センチか、3センチから6センチくらいまでの間か、3センチから6センチくらいまでの間、3から6の間、ああちょっとこの状態で無理か、こっからここまでだから、板かましたとして、この間にうまくはまらないと、あのやり方によってはねいけるかもしれない。一発このお皿の部分があるけども、実際にはこの棒の分だけここに当たんなければいけるはずなんだよね。そうすればね、ちょっと待てよ、棒と棒の幅は10センチか、棒と棒までが10センチだから、あ、いけるなこれ、板かませば。これ外さなくても、うん、
棒から棒だったら今これ11センチあるんでいけるね。でこのお皿の厚みがここに当たらなければいいんだけど、ここが 1センチしかないんだね。1センチ、あ、いけるかな、ギリギリ、なんかギリギリこの隙間にいけそうな気もするけどな、本当。あ、でも板であれか、板でガサ増しするからどうなんだろうな、ちょっといけるとかいけないか、板一回用意してみないと分かんねえけど、おじいのとこ 2×4 しかねえからな。あとフローリングの板とかねあるんだけど、あまり木がね、ね、無駄にこんなに大きいのはね、そうだね。で、あの C シリーズの場合って熱の心配ないからね、あの特にこれクーラーね買ってなんかつけていけばここ冷やせばいい話だから、別に下の冷やすの考えなくていいからね、別に木で埋めちゃっても大丈夫ってことだよね。 C シリーズはそういうメリットがあるんだよね、そうなんだよ。とにかくさ、あの別の動画でも見せたと思うけど、モジャの場合がね、モジャのケーブルどこ行っちゃったっけ、本当これか、後ろの排熱でさこんなに曲がっちゃうからね、すごい曲がっちゃうんでびっくりしたもんだって。こんなん5ニュートンのさ、こんなんちっちゃいドライブで後ろの熱がすごいからケーブルが曲がっちゃうんだよ、だケーブルをね、ケーブルをほんとあのダラーンじゃなくてちゃんとくくってたんだよ、こう あそこのとこに、あのR5 がここにあって、でケーブルをこうあっちに持ってって、であの足に持ってってこうやってやってたんだよ。それでもあのここからそこまでのこのブラーンってなってる分だけで、これにつけた場合だよ、あの曲がっちゃったっていうね、あの熱のおかげでスルメみたいに曲がっちゃったんだよ。だ R5 でそんだけ曲がっちゃうんだからね、大きいのはもっとね、あのよく熱問題があるっていうのは分かるんだよ、ね。さあそんなわけでね、ちょっとおじいも一緒者さんのコメントでちょっとひらめいたんでね、やるケージがかかった時にちょっとやってみようかな。で上に板さえかぶ、そうだね、これあのコンパクトなんでこれくらいの板があればね、ガサ増しいくらでもできるんで、ただ 2×4 だと短いからな、ちょっと足んないよな、奥行きが10センチぐらいはやっぱね、10センチの12センチで、この 2×4 がね、85ミリしかないからね、ちょっと足んなかったな、もうちょっと奥行きがあればな、あれを使っても多分こっちがピタッとつけないとだから、ここら辺がちょっと浮いちゃうんだよな。ほんと、あ、いけるかな、いけるな、あのちょっとぐらい足りないとしてもテンションのかかるのが6センチ7センチぐらいまでなんで、あ、いけるかも、あのいつもの2階の部屋にある食卓テーブル、こうなってるやつだと、あのロジクールのやつあんじゃん、ほんとこう削れてるんで、ここに隙間ができるんで、こう噛まなくてね、ジュルンってこう取れちゃうっていう現象があるんだけど、これだといけるかもしれないな。あ、でも
あのこれが長いので、あのいやいやいや、こあのおじいみたいにこういうのでやってればいいけど、今度はあれだよ、 これの問題、モザに比べたら短いけどこれが下に飛び出るから、ちょっと待って、それを考えないと、あれだよ、まあ、どこ行った、足が痛いことになるよ、ももが。そうそう、その問題もあったんだよ。あ、上にガサ上げするとあれか、こっから少ないから、あー、なるほどな、その問題もクリアできるな。そうそうそう、あのさ、そう、板をかまさないと結局この上からここのね、ここまで13センチぐらいあるんだよ。そうするとこっから13センチっていうとここまで来るから、足が立っちゃって痛いよって、確か C5 の時に言ってたんだよ。そう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 、だからあの、なんとか買ってきて穴開けてここにつけたとしても、テーブルクランプこんな長いから、あの無理無理っつって、置くところは低いし、あのテーブルクランプ足当たって足削れちゃうっつって、ほんであのやめたんだよ。だから本当上に置いてこうやってあげるんだったら、まあ下に板を置いたとしても1、2センチで済むはずなんで、あ、十分にいけるね。今この段階で4センチぐらいだもんね。だからここら辺に来るってことは逆に締められなくなっちゃうから、これ外した方が、ここから4センチぐらい、まあ、あの厚さで調整できるけどね、いけるね、これもしかしたら。そうだね、まあ物は考えようか。これだと低い低いって文句言ってたけど、あのね、低くなる原因っていうのは、通常だったらこういうものを置けばここまでの中心までの高さがこれぐらいあるんだけどね、これぐらいこう稼げるんだけどね、これの場合ってそこまで稼げないからね。そうなんだよ、ちょっとチャレンジしてみるかしらけど、めんどくせえんだよな、すごくで、あーってなった場合また戻すのに、まあでもこれだったらまあいいか、ここに戻すんだったらそんなに苦にならないか、で 4本取るだけだもんね。こっちもネジ8本だけだから、だからこれあのこれでつけちゃったからさ、これでがっちりつけてるからさ、これをまたこれびくともしねえからさ、これうっ、まあ、頑張ればと、あの1回ずつやれば取れるんだけど、で1回剥がしたらまた全部つけ直さなきゃならないっていうね。だこれはね、もういくらガンガン踏んでもあのウィリーしないっていう、本当はさ、ここに椅子がくっつくと自分の体重で押さえつけることができるからガンガン踏んでも大丈夫なんだけど、今あっちね、あの状態だと踏むとジャックナイフになるんだよ、これね。だからね、固定する必要があるんだよ。ね、ちょっと面白くなってきたな。コックピット使ってこの高さにすると、もういやいや、もうちょっと、今そうだね。そこのパイプが、奥に入っているから、ちょっと前に来ることになるのかな。ねえ、そうだね、チャレンジしてみるか、ちょっと。10センチと 10×12 の板、まあ、板はねいくらでもあるんで、ただ厚み問題は厚み、ね、上を、まあ、どれぐらいまで上げたらあれかな、モザの高さでちょうど良かったんでね、これぐらいなんだよな、これぐらいのところが中心でちょうどいいんで、なんで研磨したと
そんなに低かったか、まあ、つける前に断念したからね。あ、そうそう、これ直結にしようかなとも考えたんだよね。そうなんだよ、あのこれ直結にするとこれの中心がここに来るから高さが何もないじゃんだからすごい低いことになるからね。だからあのダメじゃんってなったんだよ。そうそう、思い出した。まあチャレンジの違いはあるよ。うんね、まあ、ちょっとこう板外してちょっと踏ん張り具合確認してみるのもあるけどね、うん、よし面白くなってきた。やっぱこういうのって間ね、あの仲間がいると楽しいね。いろんな意見が出てきてね、うん、はい、そういうことで、コックピットね、うん、でも コックピットどんなコックピット持ってるんだろうね、うん、コックピットにつける場合のちょっとヒントになっていただければなと思います。はい、今回はここで終わります。